自分の立ち位置として他のアーティストと異なるコンセプトをなるべく作り出していきたいっていうのが根底にあるので、例えばそのゲームのジャンルのお仕事をいただいたときは、ゲームのジャンル以外のものを参考するようにしてます。例えばファッション雑誌だったり、あとは本当に純粋な芸術の展覧会に足を運んだりとか、もしくはメジャーじゃないタイトルの映画を見るように心がけています。でそこからインスピレーションを少しでも得て、で一つのものから引っ張ってきてそれを膨らませるとどうしても似てくるので、オリジナルに2つや3つのものから引っ張ってそれを、掛け合わせてそこから膨らませるようにしていきます。コナミに入社しましてすぐサイレントヒルチーム、当時はサイレントヒルという名前ではなかったんですけど、スティーブン・キングの霧という小説のゲーム化を目指したんですが、そのチームに配属されて、初めはまあもちろん新入社員なんで雑用でしたけど、そこからクリーチャーというか、ちょっと面白いデザインのクリーチャーを描けるということで、ディレクターの富山からクリーチャーの担当に配置換えさせられたという感じになります。コナミに入る前、学生時代、大学に入る前ですね、イギリスの有名なエイドリアン・ラインという監督の、ジェイコブ・スラダーという映画がありまして、ホラーというサスペンスに近い映画なんですけど、それをたまたま映画館で見た経験がありまして、ですごく感銘を受けたんですね。その時受けたインスピレーションを、本当に一番そこのベースとして、そこからアイデアを膨らませていく行って、サイレントヒル1 の、 小学校の裏世界とかを作っていった感じになります。僕は、幼い頃というのは一般の家庭ではちょうどその頃ロボットアニメが流行った時代でして、で超合金のロボットなんかをこう親から買い与えられてたんですね。でもうちはちょっとまあやや貧しかったっていうのもありまして、超合金というのはどうしても値段が高いので買ってもらえず、でそこで、買い与えられたのがスポーツカーだったり戦車 の、 プラモデルだったんです。そこで、もちろん最初はその車両がどういったものかっていうのは全く分かんなかったんですけど、例えばすごく象徴的な大砲がついてる車両だとか、そういった子供心にも分かりやすい、力強いデザインに惹かれまして、でそこからもうどんどんそのドイツとロシアの重戦車に魅了されていったというか、飲み込んでいったという形になります。今回、その大ゲームさんからお話をいただいた経緯としては、まず僕が、幼い頃に第二次大戦のドイツとロシアの重戦車がすごく好きだったというのがありまして、そういった仕事に幼い頃から携わりたいという願望があったんですね。でそれを僕がツイッターでたまたま純粋にそのままの言葉でつぶやいたんですけど、そしたらそれをあるフォロワーさんが、見つけまして、でその方は大芸人さん の、 その偉い方少しなんかつながりがあったようなの で、 でその方がつないでくれたおかげで大芸人さんから、じゃあ今回こういったイベントがあるので戦車をデザインしてくれないかということでオファーを受けたという形になります。
この、お仕事をいただいたその大前提としてサイレントヒルをやっていたというのが、まあ、根底にあったので、だったらその車両と例えばサイレントヒルの象徴的な、ピラミッドヘッドであるとか裏世界のモチーフを何とかその結びつけられないかということで、サイレントヒルの裏世界の象徴的な粒子鉄線というモチーフと三角頭のヘルメットの幾何形態を崩して、そのパンター戦車に実際に当時の1945年のドイツの技術力でこういうデザインだったら、多分作れたであろうというそのデザインラインを出すように心がけました。で実際そのドイツの、当時の重戦車の資料とかもたくさん家にありますので、それを調べながらそのどういったその装備が当時つけられていたかとかを調べたり、例えば当時のドイツの工業技術で一体どれぐらいの水準だったのかとかを調べて、本当に可能な限り絶対こんなの作れないという車両ではなくて、もしかしたらあり得たかもしれないという What if の感じのニュアンスを出すように心がけました。個人的にその調子もないと言いますか、ちょっと説明が難しいんですけど、絶対こんなの当時じゃありえないっていうのがあまり好きではない。もし今その、戦車に興味がなければそういったデザインも抵抗なくできたかもしれないんですけど、やっぱりその当時のドイツの戦車のデザインがすごくかっこいいと思ってますので、なるべくそういったところの現実感は壊さないように心がけました。なるべくトレンドを追わないようにしています。また、何年経ってもその生み出したデザインを好きになってくれた方が何年も先までそれをずっと、好きでいて続けられるようなデザインをしたいと思います。